市民球場です。横浜 DeNA ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発はルーキーの入江、対するイーグルスの先発は左の塩見、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の入江マウンドに上がりました。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは田中。背番号25、第9、投げた、初球から打ってった、小深田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックスは2番、岩見。岩見、背番号38。第9、打ちました、初球打ち、田辺ボールを取る、一塁へ送る、アウト。岩見、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。背番号24。さあ6球目、投げた、打った、右中間のフライ、ヒットになります。黒川ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。背番号30。第3球、打ちました、レフトへの当たり、ヒット、ボールは中継、横、いいバッティングを見せました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。第3球を投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。先ほどのプレーです。2者残塁、ベイスターズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者銀次。第9、投げました、初球を打ちました、これはヒットになります。銀次ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号44。第3球を投げました、空振り三振、最後は直球、力でねじ伏せました。入江、背番号63。投げました、打った、田辺掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。武藤、背番号50。第4球を投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが取ってアウト、3アウトチェンジ。イーグルスファーストランナー残塁、2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える2回です。2アウトランナー1塁という場面で山下、第9、インサイド直球はボール。第2球投げました、2球目ストライク、投球は3球目、打った、これは強烈、入れば先制だ、ライトセンター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、スローカーブを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。イーグルスこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは田中、最初のバッターボックス、151キロ直球、空振り三振、ボール球を振らせました。第9、投げた、初球引っ張った、レフトへ行った、ワンバウンドヒットになる。今見、いいバッティングを見せました。バッターは3番黒川、今日2度目のバッターボックス、投げた、打った、打球はセンターへ、取りました、ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第5球投げた、打ちました、痛烈、入れば同点だ、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、同点ツーランホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました、見事なホームランでした。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。左バッターボックスには堀内、第1打席はショートフライに倒れ、流し打ち、どうだ、掴んで、これで3アウトになります。3回の表が終わって2対2、ベイスターズこの回2点奪われ同点とされています。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは DH の銀次。
第4球を投げた。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球初球流し打ち抜けた。足立ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは8番入江。第1打席は内野フライに倒れています。初球打った。セカンド左へのライナー。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げた。ストライク。空振り三振。4回の表が終わって2対2、現在同点です。ベイスターズリードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で山下、今日2打点を挙げています。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。打ちました。ライナー破った。山下いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。右バッターボックスは8番田辺。これが2度目のバッターボックス。第1球山下スタート。2塁送球はどうだ。タッチアウト。盗塁失敗。これでランナーがなくなってしまいました。イーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは田中。今日はファースト打ちました。ピッチャー返し抜けた。田中ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは2番岩見。これが3度目のバッターボックス。投げました。打ちました。掴みました。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。次が4球目。投げました。148キロ直球。空振り三振。バッターは4番横尾。今日3打席目。投げました。落ちるスライダー見逃し三振。入江3番4番と連続三振で切り抜けています。5回の表が終わって3対2です。入江降板。左の池谷今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。イーグルス追う展開で迎える6回です。バッターはカスティー。第3球はストレート。空振り三振。カスティーを全くタイミングが合いません。第3球インコース低め。空振り三振。銀次全くタイミングが合いません。右バッターボックスには足立。打った。ファースト前方のフライになりました。ファースト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。池谷この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって3対2です。ベイスターズリードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で山下、今日2打点を挙げています。第2球打ちました。これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく。ホームランだ。ホームラン。ツーランホームラン。山下今日これが2本目のホームラン。ストレートを狙い打ち。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあリプレイです。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは入江。今日はショートフライとセカンドライナー。打ちました。マシコ落下点に入った。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは9番武藤。今日はレフトフライと三振。打ちました。フラフラッと上がった。セカンド掴みました。これで2アウト。ランナーありません。打順は1番に帰って田中。第2球打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。アウト。3アウトチェンジ。池谷この回きっちりと3人で抑えています。7回の表が終わって5対2です。池谷降板。右の三上今日3人目のピッチャーとして登板です。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球投げた。打った。内野ゴロ。小深田掴んだ。三上取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。第1球打ちました。マシコ余裕があります。
ファウルグラウンドキャッチしています。バッターは4番横尾。今日はツーランホームランを打っています。投げた、打った、痛烈な当たり、ダイレクトで当たった。横尾いいバッティングを見せました。右のバッターボックスは5番カスティーヨ。第9、低めのボール引っ掛けた、取りました。これで3アウト。一塁ランナー横尾残塁に終わりました。8回の表が終わって5対2です。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面で山下、今日は3安打猛打賞。1球目ストライクから流し打ち、左へ切れた、ファール。追い込んでから第3球を、危ない球。第4球を投げた、インハイ、縦のスライダー外れてボール。第5球投げた、打ちました、ファールボール。第6球を投げた、危ない球。第7球を投げました、打った、ファールグラウンド。ボールをつかみました。三上降板、左の高田今日4番手としてマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球投げました、打ちました、セカンド左、田中ボールをつかんだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番足立、今日4度目のバッターボックス。第9球投げました、初球から打ってった、センター前進、センター取りました。さあいよいよあと1人、代打は藤田。ベイスターズここは何としても抑えたい場面。投げました、内角低め、空振り三振。ベイスターズ見事勝利を収めました。試合終了でございます。ご覧の通り本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手入江、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。